紹介します。おお最近変だよね、しーちゃんのキャラ。うん、変だよ。情緒不安定。情緒不安定なの？なんで、なんか悩みでもあるの？情緒不安定って何？悲しくなったり切なくなったり楽しくなったり、こうなんか不安定な、常にこう。あ、不安定だよ。そうなの。算数の時下がって、国語の時ちょっと上がって、図工の時めっちゃ下がって、体育めっちゃ上がる。それはただ単に授業が嫌なだけじゃん。そういうの情緒不安定に使わない。はい、ということでね、ハサミで開けたので早速紹介させてもらいます。近い。もうちょっと話して。何これ？知らない。知らない。折りたためるランチボックスです。すごいね。これだ、お弁当をこうやって入れられるんだね。お弁当箱だ。こうやって見えるかな、こんな感じ。へぇ、ちっちゃい。次あ、もう出したの。じゃん。これはいいんじゃない？光ってて見えない。アニエルのリップ、うん、リップ。本当だ。使います。すごい。開けてみよう。プリーズ、プリーズ。まだまだ。じゃん。こう。そうリップ。自分だけの色にほんのり色づく。だって、なめらかオイルイン。見て、チェリーレッド。すげー、透明ね。保湿成分ヒアルロン酸が入ってるって、しーちゃん。ニベアよりいい？わかんない。次、じゃじゃん。何？じゃじゃん。ドラえもん。なんだこれ？超合金の塊。超合金の塊。超合金の塊。ドラえもんが金なの？銀だねこれ。超合金。本当だ、超合金の塊だって。開けてみる。これすごい開かないやつじゃない？テープぐるぐる巻き。こちらも。何これ？ハッピーハッピーハッピーバースデー。なんか誕生日っぽくない？何これ？あ、本？2000円。アルバム。これ見て、2000円。見て。2000足す税。これあれだね、写真を貼って作るやつだね。もう写真、知らない人の写真があるのかと思ってた。表紙に写真やメッセージカードを入れることができる窓付きタイプ。バースデーとかウェディングとかだね。見て。あ、超合金出てきた？あ、取れた？ドラえもんのこれ超合金。いいと。超合金だよ。言わないの。いります。ね。二つ。パパいるかな。パパこういうの好きなの。あ、パパいるんじゃない？好きだよ。パパ好きだよね。うん。どうしたの？別に。いる？なんてこと言うの？います。はい、じゃあ次。かわいい。何これ？しんちゃん。え？ケンタウン。へんてこ動物ブランケット。なにこれ？え、なにしほちゃん。あ、ケンチです。ケンタウルス。ケンタウルス。意味なってみようかな。いい？いいですか？いいよ。意味なりたい？なりたい。強さの顔が。大丈夫？カメラ回ってますけど。正直だね、顔がね。嘘つけないの。え？嘘つけないの。ニコニコ。欲しいの。よかったね。よかったね。うん、リミは好きそうだよね。リミにあげるよ。存分持ち帰ってくださいませ。でかいね、リ
みちゃん。そう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 。そういう感じだね。ねこれ。どうなってるのこれ。こんな感じで。こうですこうこう。寝っ転がる。ね、あ、寝っ転がるんだね。そう。ちょっと待って。はい、こんな感じで。スティーブこっち見て。はい。どうですか、リミちゃん。いりますか。うん。まあ。ん？まあ。まあ。最後。じゃあ最後いきまーす。私がやると思ったのに。イエーイね。え、何それ。モンキーグッズ。モンキーグッズ。しほちゃん、いきまーす。開けちゃうよ。リミは？ゆきなんかけろ。面白いかな。じゃあちょっと近くで。誰か電池。電池あるのか。じゃあ電池あるならちょっとすぐには遊べないね。どういう遊びなの？それだけ。ゴリラの背中にメダルをセットして、それでここを叩くと取れるから、これでキラーですよ。おー、でメダルを多く取った人が勝ちなんだ。そう、はい、ということで今回はね、こちらのねビレ版の福袋を開けてみたんですけど、はい、どうでしたでしょうか。リミちゃんにとっては当たりでしたか、ハズレでしたか。当たり。おー、どうでしたか。よかったね。よかったね。アリエルのリップは可愛かったね。可愛かった。アリエルのリップは可愛いと思います。普通に。じゃあ当たりじゃん。これだけ。1個でもいいのが入ってたら当たりなんじゃない。そっか。普通に可愛い。可愛いよね。自分じゃ買わないしね。買わない。でも可愛いと思います。ね。ね、めっちゃ可愛い。よかったね。よかったんじゃん。じゃあ今日は暴言吐いてすいませんでした。リミはすいませんでしたじゃないよね。ひょうちゃんはね、すいませんでした。